今日は皆さんととと一緒に神様ををを信信じるる仰いいいう主題で御言葉を調べる時間を持ちたいと思います私たちの信仰の先祖たちは皆神様に対する固い信仰を持って永遠なる天国に希望を抱き100%従順に従う心で生涯を送ったということは聖書を通してこれまでにもたくさん学び確認してきた内容です。 信仰がなければ果たしてどうなるのか。ヘブライジンへの手紙11章の見言葉を見ると、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと言いました。なぜなら、私たちが住んでいるこの世界が三次元の世界なら、ここよりも高次元の世界に神様が存在なさり、人類と宇宙全体の真羅万象をすべて司さどられ、また、 宇宙の小さな塵のようなこの地球を神様が愛してくださり、この世に生きる全ての人々を救うために、肉体をまとって御自らこの地まで来られたということを聖書で確認することができるからです。霊的な世界で起きた過程を見ると、サタンは天でも神様に逆らい、神様に対抗しようと、 多くの勢力を寄せ集めましたその勢力を寄せ集めるためにサタンがいつも使う手口はだますことでした惑わすこととだますこと非常にもっともらしいことを述べ立てて多くの天の神様の子供たちを誘惑し天の天使たちを惑わせて結局この地に追放され降りてくるよう仕向けてきたということは 私たちが聖書を調べればすて確認でできる内容ですサタンはこの世にいる神様の子供たちに少しでも天国の希望を抱かせないようにするためこの世のことに関心を持たせこの世のことで頭がいっぱいになるようにして天国に行く準備を全くさせないようにしますそれがサタンの技だと言えます。 ですから、この地にいる人々が何に関心があるのか聞いてみると、体によい薬は何かという薬の話や、食べること、子どもたちが結婚した話、そして子どもたちが学校に行く話、世の人々が話している話題に注目してまとめてみると、非常に栄養価の低い話しかしていないことがわかります。 未来のための内容はほとんどないと言えるでしょうこの地球での限られた未来ではなく将来私たちが行くもう少し高次元の天国に関しては何の計画も準備もしていませんなぜなら神様の国に対する信仰がなく神様に対する 信仰もなく目に見えない世界に対する信仰を持っていないからです2000年前初代教会の生徒たちは様々な迫害を実にたくさん受けましたイエス様を信じるという理由で非常に多くの不利益をこむりました社会的不利益家庭的不利益隣人たちからの不利益これらの不利益を受けましたが彼らは少しも信仰がぐらつくようなことはありませんでした この地での一時の軽い観覧など、将来、天国で受けることになる報いに比べれば、取るに足りないと、このような信仰で、時には円形劇場でライオンに襲われたり、人間食材といって、柱に縛り付けられ、火で炙られるようなことがあっても、少しも恐れたりしませんでした。 今日初代教会のように虐げられたり初代教会のような迫害が起こったとしたらそんな状況の中で私たちは信仰を守り抜くことができるのか一度仮定してみましょうなぜなら今は信仰の油がたくさん必要とされる時代だからです初代教会時代に一度遡ってもし自分が2000年前キリストを受け入れて 社会から様々な侮辱と別死と迫害を受ける立場にいるとしたら、最後までキリストを信じ、より頼み、従っていくことができるだろうか。それで今日は皆さんと神様を信じるこの信仰について考えてみます。信仰の道を歩んでいると、常に少なからぬ挑戦状を突きつけられざるを得ません。サタンによる様々な障害物に出会うしかないのです。 しかし、いつどんな時も、その障害物が障害物にならないよう、私たちを助ける役割をする道具に作り変えるという信仰の先祖たちの知恵がありました。神様に対する信仰を持った後には、むしろその数多くの障害物が私たちの信仰を助けてくれる道具としての役割をしました。そのような内容を聖書を通して調べてみましょう。 ヘブライジンへの手紙11章、一節の見言葉です。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに、神に認められました。信仰によって、私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、 従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが信仰によってまだ語っています。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。 映される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は必ず何を信じようと言いましたか神が存在しておられるという事実、生きて働かれるお方だということを信じなければなりません。神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。 こういったことを信じているので、まだ一度も見たことのない、おびただしい水で地球に洪水をもたらすという水の審判が下された時代のノアの信仰を見てみると、本当に信仰がなければ到底できない仕事のためにノアが呼ばれました。ノアはどんな信仰を持っていたのか、7節を続けて見てみます。 信仰によってノアはまだ見ていない事柄について、神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。どれも信仰を持った人だけが成し得ることです。 では私たちが信仰のある人と信仰のない人の場合を聖書で見てみましょう。よくご存知の内容ですが、あれの生活の末、カナンに入っていった歴史の中で、イスラエルの民が見せた信仰が現在の私たちの生きた見本であり、鏡になっていると言えます。イスラエルの民がカナンの地を偵察するために、モーセが各部族の中から信仰も良く、信抱も厚い12人を選んで、 カナンの地を偵察して来させました。偵察後10人が報告した内容と、ヨシアとカレブという2人が報告した内容にはかなり大きな違いがありました。今私たちがこの世の中を見るとき、信仰的な目線でこの世を見るのか、それとも三次元的で人間的な側面から全ての現象や起きている事柄を見るのか、 これによって鼻出しギャップが生まれてしまうということが分かりますもしノアが信仰的な目線でこの世を見れなかったとしたらあんなに長い歳月の間あの作業を続けることができたでしょうかできたのはその裏に何があったからですか生まれてこの方一度も洪水によって世界が裁かれるという光景は見たことがありませんでしたが ノアは神様の御言葉は必ずその通り実現するということを信じていたため、神様が命じられた通りに箱船を作り始めたのです。それでは、船が前に進むために風の力を借りようとすれば、ほも作らなければならず、方向を定めるための舵事も作らなければならないのに、ノアは神様に向かって、これはどうしてこうなんですかあれはどうするんですかとは言いませんでした。 世の始めから終わりまで、すべてご存知の神様は、当然すべてを準備しておられるはずだ。神様に対する固くも恵み深い信仰を持っていたので、神様は彼を、義を受け継ぐものと表現されました。皆さん、こんな状況を私たちが見てみると、果たして今日、私たちは神様に何を求めるべきで、どんな信仰の目線でこの時代を見つめる私たちになるべきなのか、 私たちの前にはたくさんのハードルがあります。今の新型コロナウイルス感染症も一つの災いではありませんか一つの障害物とも言えるでしょう。もし新型コロナがなかったら、今頃は力強く復音もしていたでしょう。このようなあらゆる状況を通して、今この時代に子供である私たちは、果たして現世の三次元の世界だけを見つめるべきなのか、それとも、 聖書に神様が四次元五次元の世界に行くために記録しておかれたこの御言葉に専念すべきなのかですから聖書の御言葉に従わなければその人は虚しいものを追い求めるしかないそんな人生を送ることになるのだと言いましたヘブライ人への手紙10章36節を見てみましょう神の御心を行って 約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです神様の見心どおりに行う人には神様が約束なさった霊の世界天使の世界私たちの本質的な世界に帰った時神様の見心どおりに行った後にその永遠なる天国を受け継がせてくださると約束なさいました王の系統を引く祭祀の約束もありもはや死はなく悲しみも嘆きもないと言われた約束もあり 永遠に生きられるようにするとおっしゃった、たくさんの約束が準備されています。37節です。もう少しすると、来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは、信仰によって生きる。もし、ひるむようなことがあれば、ひるむというのは、信仰がどんどん冷めて、天国への希望よりも、今の人生のことに、心が奪われていくということです。 もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものですと言いました。皆こうならなければなりません。神様が私たちに望んでおられることを、このように預言者たちによってすべて記録させられたのではありませんかこの聖書は神様の精霊に導かれた人々が、 神様からの御言葉を語り、記録したものだと言いました。民数記13章のアレノの歴史を通して、今この時代の私たちに模範を見せられ、こんな信仰を持つようにと言われた内容を一度確かめてみましょう。13章25節です。40日の後、彼らは土地の偵察から帰ってきた。 ハランのアレノのカデシュにいるモーセ、アロン、及びイスラエルの人々の共同体全体のもとに来ると、彼らと共同体全体に報告をし、その土地の果物を見せた。彼らはモーセに説明していった。私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこは父とミスの流れるところでした。これがそこの果物です。しかし、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ、大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけました。 ネゲブ地方にはアマリク人、山地にはヘト人、エブス人、アモリ人、海岸地方及びヨルダン沿岸地方にはカナン人が住んでいます。彼らと来たら体格も大きくて、我々がむやみに立ち向かえるような相手ではなさそうだったと、見たままのことを話しました。この10人の偵察隊が何か作り話をしたのではありません。あるがままを言っただけでしたが、 そこには何がありませんでしたか神様がその地を与えると約束なさった、その約束の見言葉は全部忘れられ、単に肉眼で見える三次元的な自分たちの判断と自分たちの考えを回収にそのまま伝えたのです。ですから民はあちこちでざわめき始めます。30節です。 カレブは民を沈め、モーセに向かって進言した。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。三十一節の見言葉を見ると、しかし彼と一緒にいた者たちは反対しいや、あの民に向かって登っていくのは不可能だ。彼らは我々よりも強いといいとあります。このカナンの地は誰が下さると約束された土地ですか神様が下さると約束なさったカナンでしたが。 現場を視察してみると、そこは自分たちがとても入っていけない環境と雰囲気だったということです。城もとても健康な城で、丈夫そうで高くてですね、自分たちは本当にイナゴのようで、彼らは人間に見えたというのですから、身長と体格の差をどれだけリアルに感じられる比喩でしょうか。この時から民はがっくりと失望し始めました。 神様が与えてくださると言われた約束は、きれいさっぱり忘れてしまいます。神様の御言葉が私たちから離れ去ってしまうとき、私たちは信仰を失うのです。エデンの園でも、神様の御言葉を失ったとき、サタンの言葉に好奇心をそそられ、善悪の実がいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるように見え始め、そのように化けてしまいます。皆さん私たちは、 神様の御言葉をいつも心の中に大切に収めて、神様は果たしてどうおっしゃったのかと考えてみることのできる私たちにならねばなりません。この荒れの40年の生活の中でも、彼らは見て感じたことをそのまま報告しましたが、むしろ、ヨシャアとカレブは神様の約束に、神様の御言葉により頼む発言をしました。神様が私たちに約束してくださった土地だ。彼らがどんなに体格が良く大きくても、 どんなに我々より神式の武器を持っていても、神様がこの地を私たちにくださるとおっしゃったじゃないかと、ヨシアとカレブはそのことだけ考えました。二人の目にもエリコの人々は巨人族のような巨大な体をしていると見えただろうに、どうして違う姿に感じたのでしょうか。二人の目にもエリコの人々の城は素晴らしく勇壮に見えました。しかしヨシアとカレブの目と心には誰が いいらっしゃいましゃまたか神様がいらっしゃり神様の約束の御言葉をその通り信じていました神様が約束されたことだから彼らを守る神は離れ去っただから彼らは我々の餌食だ皆さんもし小さな子供がやってきて「あなたは私の餌食です」と言ったら皆さんどう思われますかおかしいでしょうカナンの地の巨人がイスラエルの民を見た時「とき きっとそんな感じだったと思います。しかし、ヨシアは何と言いましたか心配するな。我々には神様が共におられるではないか。ヨシアとカレブだけは彼らの信仰とは違いました。信仰が違っていたので、その二人はその信仰によってついにカナンの地に入ることができたのです。今の時代、このカナンは天国を表しています。皆さんも私も天国に行くには、 何が必要でしょうかヨシアとカレブのような信仰が今の時代には不可欠です。何よりも神様の御言葉。神様はどうおっしゃったのか神様がこうなさると約束されたのなら、その約束は必ず果たされると。神様は決して嘘をつかれる神様ではないと。私の口から出た言葉は虚しくどうなると、変えることはないとおっしゃったでしょう。 必ず実現なさるとおっしゃったのでここで私たちはヨシアとカレブの信仰の姿を見ることができます14章一節に進んでみましょう共同体全体は声を上げて叫び神は夜通し泣き言を言ったと言いました神様が間違いなくくださるとおっしゃったのに民衆は10人の偵察隊の話だけ聞いて神様の約束は はるか彼方へ飛んでいってしまいました。2節です。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒野で死ぬ方がよほどましだった。どうして主は我々をこの都市に連れてきて、剣で殺そうとされるのか。皆さん、過去のこのような光景を通して、今の私たちが似たような状況に見舞われたら。 信仰的にどんな姿勢を取ればいいのかを、あらかじめ神様が見本を見せてくださいました。しかし、3500年前イスラエルの民は、その環境、その状況を聞いただけでも、すっかり気がめいってしまいました。14章1節を見ると、共同体全体は声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言った。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、 この荒れので死ぬ方がよほどマシだった。どうして主は我々をこの土地に連れてきて、剣で殺そうとされるのか。祭祀は奪われてしまうだろう。それくらいならエジプトに引き返した方がマシだ。そして互いに言い合った。さあ一人の頭を立ててエジプトへ帰ろう。モーセとアロンはイスラエルの人々の共同体の全回収の前でひれ伏していた。土地を偵察してきた者のうち、ヌンノコ・ヨシアとエフネノコ・カレブは、衣を引き裂き、 イスラエルの人々の共同体全体に訴えた。我々が偵察してきた土地は、とても素晴らしい土地だった。もし、我々が主の御心にかなうなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの父と水の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ、主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。彼らは我々の、何だと言いましたか彼らは我々の餌食に過ぎない。 英語の聖書には彼らは我々のパンダとなっています。取るに足りない存在だという意味ではありませんかそして何と言いましたか彼らを守る者は離れ去り、主が我々と共におられる。彼らを恐れてはならない。本当に優れた信仰の勇士たちです。こんな信仰を持っているから、他の人には神様が判定を下されました。信仰のないお前たちは、あれので永遠に暮らしなさいとです。 彼らが全員荒れノで滅びるまで、40年間荒れノをさまよい続けました。続けて見ていきましょう。10節です。ヨシアとカレブがそのように語った後、しかし共同体全体は彼らを石で撃ち殺せと言った。主の栄光はその時、臨在の幕屋でイスラエルの人々全てに現れた。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。 彼らの間で行った全ての印を無視し、いつまで私を信じないのかと言われました。皆さん、私たちには誰がついておられますか神様がいらっしゃるではありませんかこの教会を誰が建てられましたか神様が建てられました。いくら世界中の宗教が連合するとしても、神様がこの地球のことを皮袋からこぼれる小さな一滴の 静くほどに見なされると言われたのは、とても大きく表現なさったのです。そして天秤の上の小さな塵と見なされると、神様がどんな決定を下されたのかよく見てください。今の時代も、もし私たちがある状況の中で信仰を保てなくなったら、結局はこうなるしかありません。二十節の見言葉を見ると、主は言われた。あなたの言葉のゆえに私は許そう。 しかし、私は生きており、主の栄光は全地に満ちている。私の栄光、私がエジプトと荒れノで行った印を見ながら、とたびも私を試み、私の声に聞き従わなかった者は誰一人として、私が彼らの先祖に誓った土地を見ることはない。私をないがしろにする者は誰一人として、それを見ることはない。 しかし、私のしもべ、カレブは、別の思いを持ちと言いました。マインドが違ったのです。皆さん、私たちも、十人の偵察隊とは違うマインドを持たねばなりません。ヨシュアのマインドを持たねばならないし、カレブのマインドを持たねばなりません。私のしもべ、カレブは、別の思いを持ち、私に従い通したとおっしゃいました。 神様に対する絶対的な信仰を失わず神様に対する信仰を最後まで固く守り通したのです私に従い通したので私は彼が見てきた土地に連れて行く彼の子孫はそれを継ぐしかし今はアマリク人とカナン人とがあの平野に住んでいるから向きを変え明日足の海の道を通ってアレノに向けて出発しなさい主はモーセとアロンに仰せになった この悪い共同体はいつまで私に対して不平を言うのか。私はイスラエルの人々が私に対して言う不平を十分聞いた。彼らに言うが良い。主は言われる。私は生きている。私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行う。二十九節です。お前たちは死体となってこのアリノに倒れるであろう。 私に対して不平を言った者、つまり戸籍に登録をされた20歳以上の者は誰一人、私が手を挙げて近い、あなたたちを住まわせるといった土地にどうなるのですか入ることはない。ただし、エフネノコカレブとヌンノコヨシアは別だと言われました。それで結局、神様は誰一人、私が手を挙げて近い、あなたたちを住まわせるといった土地に入ることはない。 ただし、エフネノコカレブとヌンドコヨシュアは別だとおっしゃいました。では残りの人々はどうなるのか。31節です。お前たちは子供たちが奪われると言ったが、私は彼らを導き入れ、彼らはお前たちの拒んだ土地を知るようになる。しかしお前たちは死体となって、このアレノで倒れる。お前たちの子供はアレノで何年間ですか ?40 年間羊飼いとなり、お前たちの最後の一人が、 あれのでで死体となるまでお前たちの背信の罪を負うと言われました信仰がないために自ら招いた苦難でした。皆さん信仰の道を歩んでいれば数多くの難関に出会います。サタンは私たちが良いところにスイスイと行けるように放ってはおきません。天国でも惑わしたのですからこの地でなら惑わすのがどんなにたやすいでしょうか。 私たちは心の中で神様のことだけをいつも考えていなければなりません。神様の約束を絶対的に信じて従うことのできる私たちになったとき、天の父と天の母と共に、たちまち一瞬のうちに今とは異なる状態に変えられて、空中で主と出会うという栄光の瞬間を迎えることができるのではないでしょうか。初代教会の生徒たちも自分たちはたとえこの地では肉体の死を迎えても、将来訪れる復活の朝には、 キリストと共に霊の体に復活し、永遠なる天国の楽園で主に仕え、よよ限りなく永遠の命と祝福を享受するという、この絶対的な信仰を持っていたので、ローマの暴君たちから、あれほど数世紀にわたって、代々迫害を受けても、彼らの前に屈することはありませんでした。キリスト教徒たちの信仰をくじくことはできなかったのです。皆さんと私は、このような過去の歴史を通して、 今後、目の前にどんな難関が立ちはだかっても、それらすべてを信仰によって乗り越えていきましょう。次にダニエル書三章を開いてみましょうか。この場面は、王がバビロンで働いていたダニエルの三人の友達、シャドラク、メシャク、アベドネゴに、自分が作った像を拝むようにと、王権を行使して強制する場面です。過去のすべての信仰の記録は、 聖書にわけもなく記録すべて,て今の私たちのために模範として影として鏡として見せてくださっているものなので似たような状況に出会ったら常に私たちは聖書を思い出し彼らの結末を神様がどう導いていかれたのかよく考えてみなければなりません3章14節です王は彼らに言った。 シャドラク、メシャク、アベノネゴ、お前たちが私の神に仕えず、私の建てた金の像を拝まないというのは本当か。今、角笛、横笛、六弦金、縦琴、十三弦金、風金など、あらゆる楽器の音楽が聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるならそれでよい。拝めば生かしてやるが、もしも拝まないなら。 形に燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。この三次元の世界では、とても恐ろしい状況です。バビロンの家来たちは皆ひれ伏しましたが、シャドラク、メシャク、アベドネゴ三人だけは、それはできないと言いました。十六節です。シャドラク、メシャク、アベドネゴは、 ネブカドネザル王に答えた、このお定めにつきまして、お答えする必要はございません。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくてもご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも、決していたしません。 ネブカドネザルオはシャドラク、メシャク、アベドネゴに対して血相を変えて顔色が変わってしまうくらい怒りが極みに達しました。血相を変えて怒り。炉をいつもの何倍ですか炉というのは鉄を溶かす溶鉱炉のことです。その炉をいつもの7倍も厚くしろと命じました。 そうして、この三人を焼き殺せと。ですが、シャドラクとメシャクとアベノネゴは、そこで微動だにしませんでした。二十一節です。彼らは、上着、下着、帽子、その他の衣服をつけたまま縛られ、燃え盛るのに投げ込まれた。王の命令は厳しく、 炉は激しく燃え上がっていたので吹き出る炎はシャドラク、メシャク、アベドネゴを引いていった男たちをさえ焼き殺したむしろ彼らを炉に入れようと近寄った男たちは死んでシャドラク、メシャク、アベドネゴの3人は縛られたまま燃え盛る炉の中に落ち込んでいった間もなく王は驚きの色を見せ急に立ち上がり側近たちに尋ねたあの3人の男は縛ったまま炉に投げ込んだはずではなかったか彼らは答えた 王様、その通りでございます。王は言った。だが私には四人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに、四人目の者は神の子のような姿をしている。ネブガドネサローは燃え盛る炉の口に近づいて呼びかけた。シャドラク、メシャク、アベノネゴ、糸高き神に仕える人々よ、出てきなさい。すると、シャドラク、メシャク、アベノネゴは炉の中から出てきた。 総督、執政官、地方長官、王の側近たちは集まって3人を調べたが、火はその体を損なわず、髪の毛も焦げてはおらず、上着も元のままで、火の匂いすらなかったと言いました。皆さん、信仰の世界は、三次元的な人間の世界で計り知れるものではありません。シャドラク、メシャク、アベロネゴは、このことで、 その後どれほど栄光に満ちた位を得ましたか天国に行って天使たちからどれほど慣故の声を浴びたでしょうか目前に死が迫っていても神様に対する完全な信仰と完全な愛を表現した彼らの強い意志が今この時代の我々全てにとって良い教訓となっていますダニエルはどうですかのの洞窟の中に投げ込めという 王の命令が下されたことを知りながらも、やはりいつものように、一日三回、エルサレムに向かって祈った、ダニエルの立派な信仰の姿。神様は、彼らの行為や彼らの考えが無謀だとはおっしゃらず、本当に立派だとおっしゃいました。ヘブライジンへの手紙11章を見ると、信仰がなければ神様を喜ばせることはできませんと言いました。 神様に対する信仰が絶対的だったので、彼らは熱い炉の炎も怖くなかったし、世の王たちが自分たちに敵対してきても恐れず、私たちの周囲がどう変化しようとも、少しも恐れることはありません。イザヤ書41章を見ると、私があなたを助けるとおっしゃいました。恐れることはないと。むしろ大胆でいなさいと言われました。いつまでですか マタイによる福音書28章を見ると、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃいました。私たちはどんな時も神様を忘れないで、神様がどんな命令を私たちにくださり、どんな教えによって、この世に栄光を輝かせ、世のすべての人々に益をもたらすようにとおっしゃったのか、神様の御言葉に専念する皆さんと私になって、ヨシアのように、カレブのように、 カナンの地に無事たどり着くことができる信仰を、私たちすべての家族が持てるよう願いながら、見言葉を終わらせていただきます。ありがとうございました。